横浜までまた来ちゃいました。ありがとうございます。いつも三原です。三原くん、はい、はい、中学3年生お願いします。お願いします。お願いします。腰のどこだっけ。腰の腸腰筋、まあその腰ここら辺ここら辺ね。すっごい見づらいけどここら辺ね、ここら辺ね、はい、硬いんだよね。硬いです。うん、治療よりも安定させるトレーニングやった方が痛み取れるパターンなので、はい、ちょっとどんどん今日はもう安定させるトレーニングになりますので、はい、寝てもらって顎を引いて、多分腹筋やるから、はい、多分なんかこういうこれやるな、こういう、はい、これ背中丸まっちゃってる、はい、だけど今日やりたいのはもうとにかく安定させたいので、このままこのまま顎引いて、で重りを持ってやります、はい、で次が重りを持った状態でオーバーハンドをやります、はいはい、はいよ、うん、上げすぎ30度ぐらい、そうそう、ちょっとまだ全然できてないんだけどこれ背中が丸まっちゃってる、はい、うん、これをちょっと頑張ってできるようにして、よいしょ、と思って、あ、やっぱ両手でこう持っちゃった方がいいかな、はい、肩引いて肩甲骨引いて、そう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 、それでまっすぐに早く突き出す、パン1、そう1、そうパンで1 1 1 1 2 2 2 3 3 3、ちょっともう一回戻ってはい、こうまっすぐまっすぐ、そう、はい、1、2、1、そう、はい、2、2、2、はい、3、3、上がってる、3、4、4、4、はい、5、5、5、はい、6、6、6、もっと早く、7、7、7、早く、8、8、8、9、9、9、ラスト、10、10、10、OK、はい、一回でちょっとかじみ、どうしてもこうなっちゃうから、あ、このままやりたいです。はいはいそう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 、ちょっと上向いた方がいい、そう、はい、1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10、 OK、 3セットいきましょう、3セット、はい、あ、そう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 、はい、で、オーバーハンド、そうそう、まっすぐ、肘伸ばして、肘伸ばして、肘伸ばして、肘、首曲げない、首曲げない、背骨丸まってきたよ、丸まってる、2、はい、3、丸まらない、4、はい、5、辛い顔しないで、笑顔で、笑顔で、6、肘伸ばして、7、はい、待って待って待って、はい、9、ラスト、10、はいはい、見てみて、ただ背骨がちゃんとまっすぐ使えてれば痛み出ないはずなので、うん、よし、じゃあ行きましょう。痛みもちょっとチェックしながら、これ大丈夫、はい、よしよしよし、安定してきてるね、はい、これも大丈夫かな、はい、よし、素晴らしい。さっきのこれ横向きのやつで、はい、ここで安定性が出てるか出てないかチェック。あれはやりやすさってどう、感覚は。全然やりやすい。やりやすい、そうだよね。安定してるからね。そっちがちょっとまだ弱いね。まあ、背骨の安定を出したので、今度、はい、骨盤周りの安定性を見たいので、はい、こう背中ついてる状態で、ちょっと先生もあんま上手にできないんだけど、こう90度の状態から膝を伸ばす。膝をそこから伸ばす。伸ばしきるなるべく。で、こう膝曲がらないように。これ腸腰筋がうまく使えてるかチェック。やっぱいい、腸腰筋上手に使えてる選手はこれが膝がピッと伸びるんですけど、結構やっぱり腰痛になる選手、まあその今の方もそうですけど、これがうまくこう この辺で止まっちゃう、これがピッて伸びないので、じゃあそれもちょっと伸びるようにトレーニングとストレッチをやりましょう、はい、でまずちょっと硬さが結構あるから、後ろの足をもつけて前の足を90度 でこのまま壁につけます。でこの時に骨盤がちょっと
こう前傾でこう腰抜けちゃうと腸腰筋じゃなくてまたちょっと別の筋肉が伸びちゃう。なるべくこう骨盤をこう後傾させるイメージでぐーっとやってみましょう。はい。そう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 。でこの腰が浮いちゃうのもなるべく浮かないように骨盤をこうぐーっとこう。そう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 。はい。で背骨をまっすぐにしましょう。そう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。よし、逆足いきましょう。単純に硬さだけの問題の人だったらこれだけで多分これがちょっとさっきより伸ばしやすくなるんだけど、これでも伸びなかったらもうちょっとトレーニングができる。あ、でもさっきより、はい、動かしやすさは出てるから。逆足いきましょう。まだちょっと伸びきらないけど、あ、うん、素晴らしい素晴らしい、うん、はい、OK。 そしたらじゃあちょっと腸腰筋のトレーニング四つん這いになってもらって、はい、もうこれ背中、これ逆に背中とか全部丸めて状態、要は骨盤をこの後傾位のまま膝頭をおでこにこう首を曲げちゃっていいので膝をおでこにつける。はい、はい、つかないそうだね。はい、そう、頑張ってつけようとして、つけようとして、5、6、もっと丸めちゃっていい。はい、そう、はい、あー、しはい、頑張れ。8、動かそうとしよう、動かそうとしよう。8、はい、9、おでこつけて、おでこつけて。10、9、10、10、はい、ラスト。あ、オッケー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 、いいっすよ。つかない、つかないっす。あ、オッケーオッケーオッケー。ちょっと軸足がちょっと曲がっちゃうけど、まださっきよりはいいね。オッケー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 。お、よくなった。よし、そしたらまたさっきのこの安定度に、はい、さらにやりやすくなってるかな。はい、よしよしよし、反対行こうか。そっちはわりかし安定してるので、まあだいぶれなくなって、まっすぐなってる、うん、そう、まだちょっと気になるけど、さっきより全然。Oh, no, no.